コロンビア、ジャマイカを破り史上初のベスト8進出。8日、オーストラリア・ニュージーランド女子ワールドカップラウンド16のコロンビア女子代表対ジャマイカ女子代表がメルボルンレクタングラースタジアムで行われ、1-0で勝利したコロンビアの準々決勝進出が決まった。グループステージでワールドカップ杯優勝2回を誇るドイツ女子代表を撃破して首位通過を決めたコロンビアグループ ATT と南米最強のブラジル女子代表を抑えて2位通過となったジャマイカグループ F2。どちらも勝てば史上初のベスト8進出となる。グループ3試合を無失点で駆け抜けたジャマイカはボールホルダーへのアプローチが素早く、コロンビアの攻撃陣に自由を得ない。攻撃ではマンチェスターシティに所属する身長182センチの FW カデイシャ翔へのロングボールを多用する。しかし、15分過ぎからコロンビアに押し込まれる場面が増え、ビルドアップでもミスが散発。トッテナム所属の GK レベッカ・スペンサーと今大会チームで唯一のゴールを決めている DF アリソン・スワビーが積極的に指示を飛ばしてやり過ごしていく。コロンビアも高い集中力を保つジャマイカを崩しきる場面は作り出せず、屈強なフィジカルを持つ FW マイラ・ラミレスにボールを集め、CK ではショートコーナーも使って先制点を奪いに行く。だが、工夫は実らず、前半を0-0で終えた。それでも、後半立ち上がりに訪れたこの試合最初のビッグチャンスでコロンビアが先制に成功。51分、アナ・グスマンが左サイドからボックス右のカタリーナ・ウスメに向かってライナー性の鋭いアーリークロスを入れると、ウスメはワントラップから左足シュート。コースをついた丁寧な一撃を流し込んだ。試合終盤の82分にはトッテナム所属の MF ドリュー・スペンスがゴール正面からフリーでヘディングシュートを放つが、わずかに枠を捉えず、ようやく訪れた決定機を生かすことができなかった。結局、ジャマイカは最後まで1点が遠く、虎の子の1点を守り抜いたコロンビアが1-0で勝利。コロンビアは史上初のベスト8進出を掴んだと同時に、南米勢でのベスト8進出はこれまでのブラジルに次ぐ、史上2カ国目ということになった。なお、12日に行われる準々決勝ではイングランドと激突する。ジャマイカはパスがなかなか繋がらず厳しいゲームになってしまったな。それでもカリブ海地域で女子初の決勝トーナメント進出という大きな歴史を作ったことは誇りに思っていいと思います。コロンビアはチームの象徴とも言える薄めの素晴らしいゴールで初のベスト8、いい雰囲気で準々決勝に進めますね。イングランドは強敵だけど、ナイジェリア相手に点を取れずに終わり絶好調とは言い切れない。チャンスあるよ。試合終盤のコロンビアサポーターのボルテージのすごいことすごいこと。で、それをさらに煽って盛り上げるコロンビア代表選手たち。これぞダブルハイって雰囲気だった。やっぱり反対側のブロックとの格差がすごいよな。ドイツとブラジルが番狂わせで敗退したからね。下馬評通りだったらこの試合はドイツ対ブラジルになって勝ち上がったドイツがイングランドと戦うところだった。反対側のブロックと遜色ないはずだった。両チームともにテクニックもスピードもあるのに南米特有の、ファール判定欲しさの寝転びアピールがひどかった多分、イングランド戦では寝転んでも無視されるだろう。今試合もほぼほぼ無視されてたけどね。寝転んだら踏まれると思う。毎日サッカーに関する情報を発信しています。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。